はいどうも LDH ボーカル講座へようこそ。このチャンネルでは LDH の楽曲を歌唱分析し発信していくチャンネルです。ここの情報が少しでもカラオケなどの参考になれば幸いです。今回は3代目 JSOUL BROTHERS さんの東京を歌唱分析していきます。この曲僕めちゃくちゃ好きなんですよ。まあ、どれぐらい好きかっていうと、もう結構好きです。アップテンポな曲でもピカイチに光る3代目のお二人の歌唱力ですが、やっぱりバラードではさらにその歌唱力が目立ちます。まあね、ちょっとでも3代目さんのお二人のように歌うべく噛み砕いて解説していきます。ではよろしくお願いします。それでは A メロからいきます。ねえ君はどうして好きになり過ぎた私に優しくするの、もういいじゃない。会うたび胸の一番奥痛くて。はい、A メロ今市さんのパートなんですけども、こちらのポイントは、語尾のしゃくり上げ、音程のしゃくり上げっていうのがポイントになります。ねえ君はどうしてどうしてどうしての A、 この母音、最後の母音で、音程が一段階上がるような、しゃくり、下の音から上にしゃくるような表現がされています。ねえ君はどうして好きになり過ぎた私に、ここもですね、過ぎた私に、語尾の音程を下から上にしゃくり上げて悲しみや切なさっていうものを表現しています。で、3行目のとこですね、ファルセット、息漏れの多い裏声が出てきます。優しくするので、ファルセット、裏声が出た後にですね、緑の部分、フェイクが入ってます。フェイクといっても音をこううねらすようなフェイクではなくて、フォールのような音が急激に下がるようなフェイクになっています。優しくするのルーノルーノルーノ、優しくするの、ここの音程ルーノ、これを早くしてあげると、ここの今市さんの歌い回しになります。その後、もういいじゃない、軽く息を吐いてあげます。もういいじゃない。で、その後のですね、胸の一番のところですね、胸ののところで、ちょっとウィスパーっぽい、息漏れの多いような声で、優しく表現してあげて、その後ですね、ちょっと地声成分を多めに取ってあげて、ワンフレーズの中に波を作ってあげます。胸の一番奥痛くて、というようにワンフレーズの中にもですね、抑揚、強弱をつけてあげることによってバラードでもちゃんとした、グルーヴ感が生まれますので、まあ、そこにうねりとかが生まれて、かっこよく歌えると思います。自分で自分を慰める夜に迷って恋が泣いているかわいそうでしょ、これ以上届かない想いは嫌だよ嫌だよ。はい、 A メロの登坂さんパートの解説になります。登坂さんのパートもですね、語尾の音程のしゃくり上げを意識して、そこをポイントとして歌いましょう。自分で自分を慰める夜に迷って夜に迷って。で、2行目の恋が泣いているのところですね、ここは、まあ、今市さんのパート同様ですね、ファルセット、裏声が出てきます。で、裏声が出た後に、フォールのような、フェイクが入っております。恋が泣いている恋が泣いているが泣いている恋が泣いている。ここのミドルのフェイクの部分ですね、ここもしっかりと練習をしてあげて、登坂さんと同じような歌い回しで歌ってあげるとかっこよく決まると思います。
で3行目と4行目のところですね、アルファベット表記、ローマ字表記のところがあると思うんですけども、ここは登坂さん、かなりシーンを立てて歌っています。かわいそうでしょ、かわいそうでしょ、 S の音を強めに歌唱しているような感じになります。届かない、届かない、ここは同時にアクセントのポイントとも重なってますので、結構強めに子音を発音してもいいと思います。 A メロは結構しゃくり上げのポイントがありますので、語尾ですね、しゃくり上げてる部分なのかしゃくり上げない部分なのか、これを原曲しっかり聞いてもらってしゃくりの使い分けをしてあげるといいと思います。全部が全部語尾をしゃくり上げると、結構くどい歌い方になるので、ご本人がしゃくり上げているポイントで、そのままコピーして歌ってあげる方がうまく聞こえるコツかなと思いますので、ぜひ真似してみてください。それでは B メロの解説いきます。東京から見える空はいつも青が足りない。はい、B メロ今市さんのパートの解説ですが、ここ急に音が高くなります。A メロの音域は基本的に地声のみでいけると思いますが、ここの B メロに入ってくると地声だけでは結構厳しいんじゃないかなっていう感じになります。東京の入りの音、トのとこなんですけども、ここが上の G、ソの音になるので、結構ここの音苦手という男性多いかと思います。なので比較的今市さんは裏声寄りのミックスボイスになるので、ヘッドボイスできるという方はヘッドボイスで練習してみてください。ヘッドボイスというのは芯のある裏声ですね。ちょっとね、声量を張れる裏声というか、そういう感じの声で歌ってみましょう。普通の裏声ファルセットで歌うと、東京から見える空はいつも、ヘッドボイス、芯のある裏声で歌うと、東京から見える空はいつも、というような感じで、ただのファルセット、裏声のみだとちょっと物足りないなって感じがするので、ヘッドボイス、芯のある裏声で歌うと、その物足りなさを、ちょっと払拭できるかなという感じで歌唱ができます。くれぐれも A メロの歌唱の延長で地声を張り上げてしまうのは、やめましょう。B メロの最後ですね、青が足りない、ビブラートできるという方はここでビブラート入れていただいて、 B メロまでの情景っていうのを、膨らませて余韻を残した状態で、サビに向かいましょう。ではサビの解説いきます。私が綺麗じゃないってことは誰より私が知ってるから、せめていつも笑ってようと思ったけれど、ごめんねごめんね、涙止まらない。はい、サビの登坂さんのパートの方ですが、ここは A メロ同様、語尾の処理がしゃくり、下から上に音程が上がるような処理をされている箇所が何箇所もあります。私が私が綺麗じゃないってことは誰より誰より私が知ってるから、せめていつも笑ってようと思ったけれど、ごめんねごめんね、涙止まらない。しゃくりになっている部分はぜひご本人の歌唱を真似してみましょう。でここはサビになるので、 A メロや B メロなどよりも、アクセント、赤色の印がされていると思うんですけども、アクセントの部分に、意識して歌ってみましょう。私が私が綺麗じゃないってことは誰より誰より知ってるから、せめていつも涙止まらない、というような感じです。どんなに好きを重ねてみても叶えやし
しない恋があるってことを知らなくていいのにね、知りすぎてしまったの、だから今日くらいは泣きていいんだよ。はい、サビの今市さんパートの方ですが、こちらもサビの戸坂さんパート同様、語尾のしゃくりに気をつけて歌いましょう。どんなに好きを重ねてみても叶いやしない恋があるってことを知らなくていいのにね、知りすぎてしまったの、の、だから今日くらいは、4行目のですね、で、あと、4行目のですね、フェイクの部分、緑のフェイクの部分ですね。だから今日くらいは、は、階段状に、音を下ろしていってください。だから今日くらいは、は、ここうまくいかないよって方は、繰り返し何度もこの部分だけ練習してみてください。こちらもサビになるので、アクセントの部分ですね。赤色の印のアクセントの部分に、意識を置いてみて歌ってみてください。ですが、一番最後の泣きたいんだよのところですね。泣きたいのキーの部分。ここだけウィスパーボイスになってます。ここね、ずっとサビで盛り上がらすために、アクセントのところ、強めに歌ってきたんですけども、最後の最後ですね、泣きたいんだよとなってます。この歌の緩急が、うまく歌うコツになります。どんなにバックミュージックが感動的なバラードであっても、ずっとアクセントばっかりずっと強めに押してるような歌では、まあいい歌とは言えません。やっぱりプロの方っていうのは歌の中に緩急をつけて、人を感動させるような、まあ、表現、細かいところまでね、しっかり本人音源をコピーしてもらうことで歌をうまく歌えるコツを、まあ、学ぶことができるんじゃないかなと思います。のでまずはしっかり原曲聴いていただいて、ご本人がどのように歌っているか、ここの動画に出ているポイントなど参考にしつつ練習してみてください。というわけでいかがだったでしょうか。一曲を通してね、音程をしゃくり上げるポイントがなかなか多い曲ですね。曲の雰囲気を変える B メロの今市さんのパート、あそこを丁寧に綺麗に歌ってあげると曲全体の完成度がグッと上がると思いますので、しっかり練習してみてください。はい、この動画を見てくださって、少しでもカラオケでなんかうまく歌えそうやんって思っていただけたら嬉しいです。今後もこうした LDH のアーティストの楽曲をどんどん解説していこうと思います。インスタグラムやツイッターもやってますので、概要欄からぜひよかったらフォローお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。